週一から通称 OK。 こんにちは、アイワークス西明石の今井です。アイワークス西明石ではですね、プログラミングのプログラムも、取り入れているんですけれども、そのプログラミング講座の外部講師としてお越しいただいています、S&F パートナーズの、山本浩太さんに今日はですね、そのプログラミングってどういうものなのかなとか、普段どんなお仕事をされているのかなっていうのをインタビューしていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では初めに自己紹介をお願いします。はい、山本浩太と、申します。 S&F パートナーズで、プログラミングの、講師をさせてもらってます。今は、24歳でして、休みの日なんかは、出かけるのが趣味なので、最近は動物園に行ったりしています。はい、ありがとうございます。では早速インタビューの方に移らせていただきたいと思います。今のお仕事を始めたきっかけは何だったんでしょうか。はい、もともとですね、個人で、ウェブの制作なんかをやってまして、なのでそこでプログラミングを多々使うことがあったんですね。で、そういったことをしている中で、プログラミングの教室をやっている今の S&F パートナーズの代表と喋る機会がありまして、その時にプログラミングというものを広めていって、で、その先に、子どもたちであったり、子どもじゃなくても大人の方でもそうなんですけど、自分のやりたいことをどんどんできるようになっていくっていう、そういった目標があって、そこにすごく共感をして一緒にやろうかなというふうに思って今に至ってます。ありがとうございます。先ほどの質問ちょっと重なるところあるかもしれないんですが、お仕事の内容っていったらどうなるものなんでしょうか。はい、主幹事業はプログラミングの教室、メイキッズという名前でやってるんですけどになるので、そこでの授業は、もちろんのこと、そのカリキュラム作りであったりとか、参加者の方、とか、お子様向けの教室が一番、数が多いんですけど、保護者の方ご連絡とか、そうですね、そのあたりの、教室とかに関わることはもう全般的にやっているって感じですね。ありがとうございます。このお仕事をしていてですね、失敗したこととかあったりしますか。そうですね、やっぱり最初は失敗は多かったなと振り返って思ってます。例えば最初は子どもの教室に、行って講師をさせてもらってたんですけど、やっぱり子どもの何て言うんでしょうね、こう質問にうまく答えられない時とかってやっぱりどうしても出てくるんですよ。やっぱそういう時こそ自分でこうプログラムを作っていったり、何かを完成させたりっていう力が身につく瞬間なんですけど、その講師がそこの分からないことに対して質問されたことが、分からないっていうところに対して不安とか、ちょっと自信、なさげにしてる様子とかで、あんまりこう出すべきじゃないというかなんですね。っていうのは子供たちにその気持ちって伝わっちゃって、でそうするとこれってできなかったんだみたいな経験とか難しいなっていう感覚がその子にこう身にその子についちゃうんで、そこを前向きに、じゃあ一緒に考えようよみたいなこともスタンスでやっていくっていうことが、すごい大事なんですよ。なかなかそれができないことが多くて、よく反省してました。はい、ありがとうございます。このお仕事をしていて辛かったこととかありますか？そうですね、先ほどの子供向けの教室にまたなっちゃうんですけど、そうですね、子供向けの教室も大人向けのところも一緒ですね。発表会っていう取り組みをよく僕らはさせてもらってるんですね。数ヶ月、2、3ヶ月ぐらいが
多いんですけど、かけて複数人で、何を作るかっていうところからどういうふうに作っていくのかで、実際に作るで発表の準備をして発表するっていう、まあなんだ、まあ、ゼロから一を作るじゃないですけど、決められた期限内に設定した通りに、まあ、やり遂げるっていうことを経験してもらうっていう人でやってるんですね。でその時に、もちろん参加者さんのこう自分自身でやり遂げてもらうことが何より重要なんですけど、そこには、まあ、必ず僕らの、まあ、サポートとかアドバイスさせてもらうこととかレクチャーさせてもらうことっていうのは、まあ、絶対発生しますという中で、その塩梅ってすごい大事なんですよ。なんですけど、やっぱりその発表の日に、まあ、ちょっとその塩梅が至らなかった時も過去にはあって、その、まあ、お子さんだったりとかが、本当はここまでしたかったけどできなかったって言って、もう本当に号泣してて、悔しそうに号泣してる時とかもあって、その時はなんかこう、まあ、いい経験にはなってると思う一方で、まあ、もっとこうしてあげれたのかなっていう風に、なんかその子の感情がこう僕にもやってきて、辛いなみたいな時はありましたね。ねえ、やっていたもらいたいけど、そのねえ、はい反応が難しいですよね。難しいです。いいよ。でもなんか教えるっていう感じじゃないんですよね、どっちかっていうと。なんか導くって感じなんですよ。なんかティーチングというよりコーチングですねみたいなイメージで、だからこれを覚えてこれを覚えてこうしようみたいな進め方というよりかは、何がしたいのとか、どうやってやろうかとか、何に困ってますかとか、結構問いかけをしていくような感じっていうのが一個特徴かもしれないですね。なんかサポートしてもらうって感じですよね。そうです、そうです、そうです。実際に何をどうするかっていうところはやっぱご自身でやってもらわないと全く意味がなくなってる、ただの作業になっちゃうんで、そこを引き出しながら、けど一定のスピードとか成果は、まあ、その参加される方自身のために行った方が絶対いいので、そこの塩梅が肝だなっていう。難しいですね。行き過ぎてもあかんしね。そうです、そうです。ありがとうございます。では、反対にですね、嬉しかったことってどんなことでしょうか。はい。やっぱりですね、もうそれはすごくあって、まあ、授業の時も発表の時もそうなんですけど、なんかその、まあ、参加されてる方自身の、なんていうんだろうな、なんか向上心とか。興味が湧いてるとか、あとは待って喜んでるみたいな瞬間ってが見えた時がすごい嬉しいんですよ。それってなんかすごいはっきり分かるんですけど、なんか子供たちだったら、例えば子供たちだったら全然今まではこう積極性とかそんなにないなって思ったタイプの子がいたんですね。まあカリキュラムに沿って順調に授業を進めていってるなっていう、まあ、そういう子がいたんですけど、ある時授業の中ですごい数の質問が飛んでくる時があって、これはこうなの、これはこうなの、もっとこうしたいけどどうするのみたいなことをいっぱい聞いてくれたりした時があって、で、その時はなんか、あ、今日いっぱい聞いてくれたなっていう風にしか思ってなかったんですけど、なんかそこに対して、まあまあ、精一杯お答えさせてもらって、で、また、その次の授業からも授業していってたんですけど、なんかその月からは、まあ、またいつも通りか、まあ、まあまあちょっと積極的になったかなぐらいで、その質問がいっぱい来た日は、なんか特別だったなって思って、でそこからまあ何回もそういった経験をしていくうちに、なんかその興味が湧いたり喜んだりしてる瞬間って本当に数回しかないんですよ。なんか僕らが関わらせてもらう期間なり、だからなんかその瞬間がまず
生まれるようなサポートができてたんだなっていうのが分かったりとか、で実際にそこにお答えさせてもらってこんなんできたって喜んでいらっしゃる時とかはすごいなんか一個可能性を見つけてもらえたのかなと思って嬉しいなと思います。ありがとうございます。確かにこう発見してるその人とかその子が発見してることとか嬉しかったっていうのをこう共有できるというか、うん、それに携わったなっていうのが楽しかったり嬉しかったりすることですかね。そうですね、うん、ありがとうございます。では今後の展望を教えてください。はい、今後はこれは目標なんですけど、まあ、僕らは、メイキッズっていう名前で主にプログラミング教育をしてるんですけど、メイキッズの、まあ、学んでくれてる方を1万人にしたいなと思ってて、今は多分まだまだ遠い目標なんですけど今通ってくださっている方にこう見かけさせてもらったりしていく中で、まあ、先ほどの授業中に僕らがこう拝見してたりする中でなんか本当に役に立ったよっていう声とかこう喜んでらっしゃる様子とか見ていて、この経験を本当にもっとなんかたくさんの方に経験してもらえたらなっていうのを思ってて、だからそこをたくさんの方に届けたいなっていう意味で方にお届けしたいなと思います。大体今どれぐらいとか今はですね、まあ延べどうでしょうね、でも1000もいってないと思いますね、うん、結構だからまだまだ10倍20倍とかぐらいの大きな目標ですね。なんか目標があると頑張れるというか1万人を目指していらっしゃるということなんでうまく戻れないですねちょっとということでしたはい、ありがとうございます。これでインタビューを終わりたいと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。メイキッズへのお問い合わせはこちらです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。今後も障害かける仕事を中心に配信してまいります。皆さんのコメントや相談をお待ちしております。チャンネル登録もお願いします。